本日は被爆者の皆様方にお会いをさせていただき、そして直接お話をお伺いする機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。長崎に原子爆弾が投下され、町が廃墟と化してから78年の月日が経ちました。美しい自然と長い歴史が息づく国際文化都市として復興を遂げられましたことに対し、改めて深く敬意を表し申し上げたいと思います。今年の平和記念式典は、ただいまお話がありましたように、台風6号の影響により参列することが叶いませんでしたが、8月9日の日には原子爆弾の投下により犠牲になられた多くの尊い御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げさせていただきました。そして長崎と広島にももたらされた筆舌に尽くしがたい惨状が決して繰り返されることがないよう、非核三原則を堅持し、核兵器のない世界に向けて核軍縮に向けた機運を再び高めるとともに、絶え間ぬ努力を続けていくとの決意を改めて強くした次第でございます。核軍縮をめぐる国際社会の分断の深まり、ロシアの核兵器による威嚇などにより、核兵器のない世界に向けた道のりは一層厳しいものとなっています。しかし唯一の戦争被爆国として、この厳しい現実を核兵器のない世界という理想に結びつけていく努力、これを行って、参らなければなりません。また我が国は被爆によってもたらされた想像を絶するような悲惨な経験を世界に訴えることができる唯一の国です。私たちは原爆の記憶を風化させることなく、国境を越え、そして世代を越えて、継承していく使命を果たさなければなりません。本日は皆様方からご意見を聞かせていただき、また政府としてのこの取り組み考え方についてお話をさせていただきたいと思っております。どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。続きまして、被爆者団体の代表者の方々をご紹介いたします。一般財団法人長崎原爆被災者協議会会長の田中茂光さんです。田中です。次に長崎原爆遺族会会長の本田魂さんです。次に長崎県被爆者手帳友の会会長の友永正夫さんです。次に長崎県平和運動センター被爆者連絡協議会副議長の川添忠子さんです。それでは被爆者4団体を代表いたしまして、一般財団法人長崎原爆被災者協議会会長の田中茂光さんから要望書をお出しいたします。こんにちは。今日はお忙しい中、被爆者との話し合いを時間を作っていただきありがとうございます。一言聞いていただきたいことがあります。それは法の下の平等は民主主義の絶対的な必要条件だと思っております。しかし長崎の被爆地域では犠牲者の判断によってそれが歪められていると思います。それは被爆体験者のことです。ぜひ岸田総理の英断によってこの長崎の被爆地域の是正をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
願いします。すみません。こちらもお願いいたします。こちらでございます。こちらお願いいたします。本日は大変ご多忙の中、岸田総理をはじめ政府関係者の皆様におかれましては、私たち被爆者の要望を聞く機会を与えていただき、深く感謝申し上げます。私は長崎原爆遺族会会長の本田魂でございます。広島長崎に原爆が投下されてから78年目の8月が巡ってきました。被爆者はあの日の地獄以上の光景、音、声、匂いは脳裏に焼き付いたまま、生活苦や世間の偏見、差別と戦い、心、体の痛みに耐え、再び被爆者を作るな、長崎を最後の被爆地にと、今日まで原爆被害の実証を国の内外で訴えてきました。被爆者は高齢化し、減少の一途をたどり、平均年齢は85歳を超えました。しかし、いまだに被爆しながら被爆者と認められていない人々がいます。一昨年の広島高裁黒い雨判決に対し、菅前総理は上告を断念し、原告84人全員を被爆者に認定するとともに、原告と同じような事情にあった方も救済を検討すると表明しました。しかしながら、長崎の原爆体験者はいまだに被爆者とは認められていません。爆心地から7から12キロにあたる拡大地域にもプルトニウムなど放射性効果物が降り注いだことは明らかです。広島同様、直ちに被爆者手帳を交付するように求めます。2021年1月22日に核兵器禁止条約は発効しましたが、日本政府は米国の核の傘に依存する立場から核兵器禁止条約に賛成せず、今日に至るも未だ署名していません。5月開催の G7 広島サミットで正当化され、私たちが目指している核兵器廃絶には程遠い内容でした。また最終日、ウクライナのゼレンスキー大統領の参加により、 G7 として同国に軍事支援などを行うと、核兵器廃絶、平和のシンボルである原爆慰霊碑の前で発表されたことは、平和を希求する人々に違和感を与えました。ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の度重なるミサイル発射など、世界の核兵器をめぐる情勢は刻々と変化をし、核の脅威は高まっていると感じます。核兵器がこの世に一発でもある限り、核兵器が使われる可能性はなくなりません。日本は唯一の戦争被爆国として、1年でも早く核兵器禁止条約に署名するとともに、北東アジア非核兵器地帯の実現をはじめ、核兵器廃絶のリーダーシップを取っていただくよう要望いたします。また各国のリーダー、各大臣、国会議員の方々に
長崎原爆資料館の見学と被爆者との懇談の実施をぜひ岸田総理から進めてください。私たちは平和憲法に守られて戦後のあの悲惨な惨状から今日を築き上げてきました。78年間戦争をすることもなく生活が向上してきたのは真に国際平和を希求する憲法9条に守られているからだと確信をしています。武力では平和は守れません。戦争を回避する日頃からの外交政努力と対話が平和への道と私たちは信じています。平和憲法を無視した防衛費の増大を私たちは疑問に感じています。我が国には憲法9条があり非核三原則を唱えています。このことを世界に知らしめ平和外交に努力するべきではないでしょうか。本日お渡しする要望書は内容が多岐にわたっていますが、いずれも急を要する重要な内容でございます。国の責任において被爆者や被爆体験者に寄り添った援護施策の充実を切に要望いたします。各項については要望書に詳しく記載しておりますので、私たちの切実な要望をお聞き入れいただきますようよろしくお願い申し上げます。2023年8月30日長崎原爆遺族会会長本田魂以上です。ありがとうございました。被爆者4団体からの要望は以上でございます。それでは要望に対する回答に移らさせていただきます。まず加藤厚生労働大臣から要望に対するご見解を賜りますようよろしくお願いいたします。厚生労働大臣の加藤でございます。よろしくお願いいたします。まず私の方から、ご要望に関して回答させていただきたいと思います。長崎の被爆体験者も広島同様に被爆者として認定とのご要望であります。冒頭田中会長から総理の方にお話がありましたように法の下の法の下での平等が図られる、これは我々もしっかり対応していかなきゃならないと考えております。いわゆる黒山訴訟の判決を受けて原告と同じような事情にあった方々については総理談話を踏まえ判決の内容を分析した上で救済の基準を策定し訴訟外においても救済することとしております。原告84名の方全員が黒い雨に遭ったこと、また11類型の疾病を抱えていたこと、この2つの要件を被爆者認定指針に規定をし被爆者健康手帳の交付要件としているところでございます。一方で長崎についてでありますけれども、過去に最高裁まで争われ被爆地域として否定されていない地域においては身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のもとにあったとは言えず、原子爆弾投下後まもなく雨が降ったとする客観的な記録がないとした判決が確定しているという事情があります。長崎については過去の裁判例との整合性に課題があり、黒い雨が降った地域の存在を示す客観的な資料の有無などを整理する必要があると考えております。このように難しい課題がある状況下ではありますけれども、長崎の方からも先般ご要望書もいただきました。長崎県長崎市の意見もよく伺いながら議論を続けていきたいと考えているところでございます。また原爆症認定に関するご要望でございます。原爆症については科学的知見に基づき認定する必要があるとしてこれまで進めてまいりました。ご指摘の大動脈弁狭窄症など非がん疾患については現時点で科学的知見の集積等がないことから疾病の追加は難しいものと考えております。今後とも確認書の趣旨を踏まえ現行の新しい審査の方針に基づき
迅速かつ丁寧な審査を行っていくとともに、被爆者の皆さん方の声も聞かせていただきながら、寄り添った対応を行っていきたいと考えております。また、原爆訴訟に関しては、新しい審査の方針に適合していないと判断される者以外は、控訴せずに判決を受け入れるという姿勢で取り組んでまいりました。そうした中で、令和元年度以降、新規の提訴が行われておらず、また、令和4年9月以降、原爆症の認定に関する継続中の訴訟がない状態が続いているものと認識をしております。高齢化する被爆者の方への支援についてであります。原爆ホームや原爆病院など、被爆者関係施設は、高齢化が進む原爆被爆者にとって、医療や福祉の向上を図るためにも重要な施設であります。これまで長崎原爆病院の建て替えにかかる補助や、長崎の恵みの丘の入浴施設の交換に対する補助などを行ってまいりました。今年度も長崎の原爆ホームに施設に対し、運営等に関する経費として約11億円の補助を行う予定としております。令和6年度予算でも引き続き必要な予算額を確保すべく要求することとしております。引き続き被爆者関係施設の運営等に必要な予算の確保、努力をしていきたいと考えております。また、在宅介護被爆者に対する支援でありますが、厚生労働省では介護保険サービスを利用された際の自己負担に対し補助を行っているところでございます。高齢化する被爆者およびそのご家族の介護に対するニーズの高まりを踏まえ、介護保険サービスの利用者負担に対する助成の対象に、令和3年度からは認知症グループホームの追加も図ったところであります。合わせて認知症の傾向があり、他人の介護がなければ日常生活を送ることが著しく困難である場合など、介護が必要な被爆者の方に、被爆者援護法に基づく介護手当が適切に支給されるよう、介護手当申請の際に必要となる診断書を作成する医師向けに、留意すべき事項を記したリーフレットを作成し、自治体等を通じ周知を図っているところでございます。引き続き在宅介護被爆者の支援に努めていきたいと考えております。次に在外被爆者への支援に関する支援についてであります。在外被爆者の手帳取得については、被爆者健康手帳の交付の審査は被爆者として各種援護施策の対象となるかどうかを判断する重要な手続きであるため、その審査に対しては、申請者の方の原爆投下当時の所在や行動について、事実関係を可能な限り客観的に確認する必要があります。在外被爆者の方が手帳の申請を行う場合、この確認について必ずしも承認を必須としているわけではありません。申請者ご本人において、当時の状況を記載した陳述書や誓約書を提出していただくこと、また行政においてご家族が手帳を取得した際の資料や同じ場所で被爆した方の資料を調査するなどの方法により、十分な事実確認ができれば手帳の交付を認めるといった、柔軟な取り扱いに努力をしているところであります。今後とも自治体に対してこうした取り扱いの徹底を求めるなど適切な運用が図られるようにしてまいります。また在外被爆者への支援でありますが、海外からの手帳申請や原爆症の認定申請、各種手当、医療費の受給など、国内と同様の援護施策を受けるようにしてまいります。各国の医療制度や事情が我が国と異なるため、医療機関の窓口で費用を立て替えていただくなど、一定の申請手続きをお願いせざるを得ないところでありますが、在外被爆者の利便性を考慮し、現地の医療機関と連携することで、窓口での医療費の一時負担をすることなく医療費を受けられるようにするなど、各国の事情に可能な限り配慮した対応も進めているところであります。今後とも在外被爆者の方も含め関係者の皆さんのご意見も受けたまわりながら、足らないところがあれば当該国の医療機関と調整を行い、きめ細かい運用の改善が図られるようにしてまいります。次に被爆2世3世の方等に対する対応であります。被爆2世3世の方はご本人が被爆されたものではなく、またこれまで放射線影響研究所において
さまざまな調査が行われてきたところでありますが、親の放射線被曝に関連した被曝2世、3世ご本人への健康への影響があることを示す調査結果は得られておりません。このため被曝者として援護政策の対象とする根拠となるものがないものと考えており、同法に基づく健康手帳の発行は難しいところであります。また、被曝2世の方へのがん検診の実施については、親の被曝によるご本人のがん罹患率が上昇するとの科学的知見が得られていないため、被曝2世検診へのがん検診の追加も今のところ考えてはおりません。被曝2世検診は被曝2世の方の健康に関する不安の解消を図るという観点から昭和54年から実施をしております。がん検診については市町村が健康増進に基づきがん検診を実施をしておりますので、ぜひそのがん検診の受診をしていただければと考えているところであります。また被曝2世3世に対する健康影響に関する調査でありますが、放映権が実施する調査を注視しております。健康状況に関する現状把握に引き続き努めてまいりたいと考えております。また海外在住の被曝2世の方々に対する健康診断につきましては、対象者の把握、被曝2世であることの確認のあり方、また各国の医療制度や事情が我が国と異なる中で検診を実施する医療機関の確保や受診にかかる費用負担の範囲や支払いのあり方など実施にあたっての多くの課題があるものと考えております。また被曝2世の方に関する全ゲノム遺伝子解析については放射線影響研究所で検討を進めているところでございますので、引き続きそうした作業を注視していきたいと考えております。以上、かいつまんでご要望にお答えをさせていただきました。本日は被曝者の皆さん方から直接お話を聞かせていただきました。大変短い時間ではありますけれども、皆様方のこれまでの大変なご苦労、またご労苦、これをしっかり我々とも受け止めさせていただいて、厚労省として今後とも皆さんの声を聞かせていただきながら、健康、医療、福祉全般にわたる原爆被爆者援護対策についてしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして林外務大臣から要望に対するご見解を賜りますようよろしくお願いいたします。はい、外務大臣の林芳正でございます。いただきましたご要望の書点にお答えをさせていただきます。まず世界の指導者、とりわけ米国大統領の長崎訪問についてでございます。各国のハイレベルを含めまして、世界に被爆の実相、これをしっかりと伝えていくということは、核軍縮に向けたあらゆる取り組みの原点として重要だと考えております。先般の G7 広島サミットにおいて発出をいたしました核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンにおきましても、世界中の指導者等による長崎および広島訪問を促したところでございます。米国大統領の今後の訪日につきましては、現時点何がか決まったものはございませんが、引き続き核兵器使用の実相への理解の向上、そして持続のため世界中の指導者に被爆地訪問を促してまいりたいと考えております。続いて核兵器禁止条約についてでございます。同条約は核兵器のない世界への出口ともいえる重要な条約でございますが、同条約には核兵器国は一カ国も参加しておらず、いまだその出口に至る道筋が立っていないというのが現状でございます。核兵器禁止条約への我が国の署名批准及び締約国会議へのオブザーバー参加を求めるという声があることは承知をしております。核兵器の関与を、核兵器国の関与を得るべく努力することが重要だと考えております。政府としては引き続き G7 首脳広島ビジョン、これを強固なステップ台として核兵器国の関与を得るべく努力を継続しつつ、昨年8月の NPT 運用検討会議で岸田総理が発表されました広島アクションプランの下での取り組みを一つ一つ実行をしていくことで、現実的で実践的な取り組みを継続強化をしていく考えでございます。続きまして非核三原則の堅持と核共有の議論しないことについてお答えいたします。
政府としては唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現を目指すという考えのもとで非核三原則を堅持をしておりまして、これまで国会等の場で繰り返し表明されている通り内外に十分周知して徹底されていることから改めて法制化する必要はないと考えております。また核共有については非核三原則との関係から認められず政府として議論することは考えていないということを一貫して申し上げているところでございます。私からは以上でございます。ありがとうございました。誠に申し訳ございませんが予定の時間も過ぎております。ここで最後に岸田内閣総理大臣より締めくくりのお言葉をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日は、要望書をお届けいただき直接お話を聞かせていただく機会をいただきましょうと、心から感謝を申し上げます。皆様方のお話、お伺い、する中で改めて長崎広島の地で起きた悲劇を二度と繰り返してはならない、こうした思いを、この決意を新たにするというところでございます。ご要望いただきました項目についてただいま厚生労働大臣外務大臣からお答えをさせていただきましたが、私からも、政府の基本的な考え方の部分について、申し上げさせていただきたいと思います。まず第一に核兵器廃絶および非核三原則についてであります。唯一の戦争被爆国であり核兵器の悲惨さやその非人道性をよく知る最もよく知る我が国は非核三原則を堅持し核兵器による惨禍が二度と繰り返されることがないよう核兵器のない世界に向けた現実的そして実践的な取り組みを積み重ねて参らなければならないと、考えております。近年国際社会の分断一層、この深まりが指摘をされています。我が国を取り巻く安全保障環境厳しさが一層増しているという指摘があります。ロシアによる核の威嚇が行われている、こうした厳しい現実を見るときに核兵器のない世界へ向けての道のりはより厳しいものになっている、こうしたことを感じています。それだからこそ我々は努力しなければならない、こうした立場であると思います。その中で先ほど外務大臣からお答えをさせていただきましたが核兵器禁止条約について私たちが目指す核兵器のない世界に向けて出口となる重要な条約であると、これは政府として再三申し上げている通りであります。ただこの同条約には核兵器国が一カ国も参加していない、いまだその出口に至る道筋は立っていない、こうした現状であります。核兵器国をいかに関与させるか、ここが重要な課題と なっていると感じています。今年5月に G7 広島サミットにおいて発出した核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンという成果、これを土台として核兵器国の関与を得るべく努力を継続しつつ広島このアクションプランの下で での取り組み、これを一つ一つ実現することで現実的かつ実践的な取り組みを継続そして強化していく考えであります。核兵器のない世界に向けた機運、昨今大変この機運が後退しているという強い指摘があります。ぜひ再びこの機運を盛り上げるべく国際賢人会議の取り組み等もしっかり進めながらこの国際世論をしっかりリードしていきたいと考えております。
そして、そのためにも核兵器国と非核兵器国の双方が参加し、国際的な軍縮不拡散の体制の礎石であります核兵器不拡散条約を維持強化してまいりたいと思います。次回の NPT 運用検討会議において有意義な成果を収めるべく、唯一の戦争被爆国として核軍縮に向けてのリーダーシップを発揮してまいります。第2に被爆者等の支援策についてであります。原子爆弾の投下から78年が経過をいたしました。被爆者の方々が高齢化されておられる、こうした中で被爆者の皆様や関係自治体の皆様方からさまざまなご要望をいただいております。こうした要望を踏まえて原爆症の認定審査の迅速化、これに引き続き取り組むとともに、被爆体験者事業については本年4月より7種のがんを医療費助成の対象に追加するなど事業の拡充をしたところであり、引き続き事業を着実に実施してまいります。また老朽化が進む原爆ホームの設備整備への支援、これを引き続き進めてまいります。そして最後にエネルギー政策と原発についてです。資源が乏しい我が国には単一の完璧なエネルギー源はありません。エネルギーの安価かつ安定的な供給と脱炭素に向けた取り組み、これを両立させるために多様なエネルギー源をバランスよく活用していく必要があると考えております。原子力発電については安全性を大前提に原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合に限り地元の皆様の理解を得ながら再稼働を進める、これが政府の基本的な考え方であります。合わせて関係自治体や国際社会の理解を得つつ安全確保を大前提に原子力発電所で発生した使用済み燃料の再処理プルサーマルを進めるとともに最終処分の実現に向けて取り組んでまいります。また福島の復興の前提となる廃炉を安全かつ着実に実施するにはアルプス処理水の処分、これは先送りできない課題だと考えております。政府が前面に立って処理水の安全性を確実に確保し、また徹底した情報発信と丁寧な広報活動を行うなど風評払拭に向けてあらゆる対策を講じてまいります。そして福島県が全県民を対象に行っている健康調査を今後もしっかり支援をし、福島第一原発の作業従事者も適切な健康診断を受けられるようにしてまいります。引き続き被災地に寄り添いながら福島の本格的な復興そして再生に全力を尽くしてまいります。そして被災者に対するいじめや差別、これは決してあってはなりません。大人も子どもも科学的な知識を持ち被災地の状況を正しく理解できるよう学校への情報提供などを通じて関係者に協力を呼びかけてまいります。本日は貴重なご意見をいただきましたこと改めて心から厚く御礼を申し上げます。核兵器のない世界の実現に向けて取り組むとともに高齢化する被爆者の方々が安心して暮らせる援護施策をしっかりと進めていく、こういった基本姿勢は皆様方の思いと一致していると思っております。今後とも核軍縮に向けて努力を重ねるとともに被
被爆者の方々への援護施策、そして原子爆弾の悲惨な経験を世代と国境を越えて伝えていくための取り組み、こうした取り組みに対し誠心誠意この進めるべく努力をしていくこと、これをお約束させていただき、今日の結びのご挨拶とさせていただきます。本日は貴重な機会を持っていただきましたことを感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。